今回、ペッパーアップチャレンジ、イノベーションチャレンジ合わせまして、前回をはるかに上回る量だけではなく質もですね、圧倒的に、新しい、チャレンジ、新しいイノベーションをしたアプリというものがエントリーされております。それではペッパーアップチャレンジ、ペッパーイノベーションチャレンジ開催とさせていただきたいと思います。ペッパーが一緒に手伝ってくれることで、あなたの立てた運動目標が必ず達成できます。結婚式にどうしても参加したい、そんな2人の思いを叶えるためにある一つのプロジェクトが始まって、ペッパーだからこそできる英会話の練習アプリです。家庭で長く楽しめる実用的なアプリ、イヤーが紙芝居のアプリです。物の気持ちが分かるようになるデバイス、物の目と協力し合えば家庭にもっと便利、安心、楽しさというものを得られるのではないか。ペッパーがインストラクターとなってレクリエーションを進行してくれるアプリです。このペパ電が受付の新しいスタイルを提案いたします。もっともっと役立つデジタルサイネージソリューションが実現できるのではないかと考えました。テーマはズバリ認知症の予防です。ペッパーが代わりにゲーム進行できた様子が見ていただけたと思います。世界とデジタル、これらをつないでいきたいと考えております。決勝大会、表彰式を行います。ベスト介護福祉賞はハグバーチャルリアリティコミュニケーションハグプロジェクトの皆さんです。ベストライフスタイル賞はペッパーソナルトレーナー BOB の皆さん。ベストインタラクション賞はペッパーがホームステイにやってきた株式会社 G アングルの皆さん。ベストエンターテインメント賞は語り部。そして一番大事な感謝をしないことができるという、本当に僕はね素晴らしいと思います。最優秀賞はハグバーチャルリアリティコミュニケーション。これはもう間違いなく未来いろんな形で使えるものなので、今回はいろいろと悩みましたが、このハグの皆さんを授与したいなと。ベスト顧客体験賞はペパデン4ビズニューブライトコミュニケーションズ株式会社の皆さん。ベストヘルスケアビジネス賞は介護施設向けジョイサウンドペッパーアプリチームジョイサウンドの皆さんです。ベストテクノロジー賞は伝統向けデジタルサイネージアプリリッパーチームエビリーの皆さんです。ベスト接客ビジネス賞は街の不満を解決する受付管理アプリエアウェイト。ペッパーを起点にした、中間点にした、終点にした大きな大きなデータの生態系や流通が起きると面白いなっていう可能性に対して、賞を贈りたいと思います。最優秀賞は生き生き脳体操。一つのテーマである課題解決、認知症の予防というものをどうしたらできるのかということをとことんまで、突き詰めていただいたということ、これからも引き続きイノベーションしていただけそうだなということで、選ばせていただきました。ロボットの未来というものはもうすでに現実になりつつあります。現実をこのパックトピックを通じて垣間見ていきたいと思っております。